こんにちは、私は平成のオタク。これは錦野真希ちゃんのジャージ。よろしくお願いします。というわけでそろそろ恒例になってきました。いにしえのオタクのルックブックのお時間です。イエーイ。はい、本日は1、2、3、4、5個で私の方で僭越ながら組ませていただいたんですけれども、本日のルックブックのテーマ、声優養成所にいる民です。というわけで、平成のオタクっていうのは大体声優になりたいんですよ。高い学費を払って声優養成所に行っている場合が多いです。それが初の東京デビューだったりするんですね。私も高校生の時、当時に新宿にあった入学金20万円、月謝4万円というぼったくり養成所。というわけで本日はね、大体オタクっていうのはこの5種類のどれかの服を着ている。しかも血液型みたいなもんで、服の種類で大体人間性がわかります。というわけで着替えていきましょう。お楽しみに。はい、1コーデ目。すごい最適解。はい、こちら平成後期に結構メジャーにいたタイプのキャスケット一つ縛り赤メガネ女オタクです。大体細長いこういう赤いメガネをしている。そしてこちらですね、知る人ぞ知るアイテムだと思うんですけど、実はこのメガネフレームの上側だけないんですよ。これ一部のオタクの中で流行りましたよね。私は勝手にラノベメガネって呼んでるんですけど、まさしくラノベの挿絵で描かれるような、この目の作画に邪魔な部分だけ取りさらわれたメガネ。そして平成のオタクといえばショーパン。ショーパンとニーハイさえあればいいという文化ででしたね。これボーダーニーハイソックス。これないとね、平成のオタクコーデ始まらないんで。で、キャスケットにこの重めの触覚を出して一つ縛りっていうのが、大体の女オタクの定型コーディネートという形でございます。もうガッチャガチャのコーデだと思うでしょ。違うんだよ、これがデフォ。もうこの着合わせがデフォなので、大体ね、この服装してる女オタクがやりたい仕事は京アニのヒロイン、鈴宮春日の憂鬱とか、そういう有名なラノベが華々しくアニメ化する時のヒロインをやりたいと思っている。で、大体自分が両生類だと思ってます。声優養成所ってオーディションがあるんですけど、上のクラスに上がったりとかする時のあれとかで、やりたいのはヒロインなんですけど、声は全然変えられるので、他のキャラでも仕事なら全然受けられますとかいう謎のナメプ発言をかまして、周りのまともな大人をどんびかせるっていうような、そういうタイプですね。上着を脱げたこんな感じです。ご覧ください、白い雪のプリンセスは。こんな感じで夏休みや冬休みは踊ってみた撮影して、精一杯フリーソフトを使ってエンコードして、自分的な最高画質でニコニコ動画に踊ってみたを投稿しています。はい、2個目こちらです。平成のオタクが好きなブランドはアクシーズ。アクシーズで買いました、こちらの服。なんとかインターネットの海で見つけました。これぞ平成のオタクといった。なんだこの紐は。なんだこれ、どっから出てんだこれ。多分後ろ、前だ。嘘、前なのこれ。前だ。へその位置でリボンを結ぶのがオタク。足元は平成後期に流行ったレースの短い謎の靴下に歩きやすい丸い布っぽい靴です。今日はほとんどこの靴で行きますんでね。平成のオタクっていうのは靴買えないんで、金なくて。大体靴は一緒です。そして注目いただきたいのがこちら、時計型バッグ。これ平成ではね、すごいそこら中で売ってんですよね。大体森ガール系のオタクはこれ持ってるっつうことで、意外とね、物もいっぱい入るし可愛いしでね、使い勝手いいんですよこれ。ちょっとね、養成所行くときは台本とかテキストが大きすぎて入らないので、これプラスなんか紙袋とかを用意していくんですけど。で、欠かせないのがこちら、リンゴの木彫りネックレス。これ出すたんびに発狂する平成オタクがいるんですけど、これもう森ガールコーデっぽくなったら外せないっていうことで、とりあえずつけました。で、ちょっとオシャレ要素を足そうと思って、赤のカーディガン。実はこれ平成のオタクの中だとすごいオシャレな方です。で、こういう服装の人は声優養成所だと結構優等生タイプが多いです。授業もそつなくこなすし、そこそこ全部できるみたいな。で、やりたい仕事は大体、RPG 系の、チビキャラ？一人称が、俺とか、語尾がだぜとかの、ちっちゃい妖精みたいなキャラをやりたがるよく。見るまでポンのもうちょっと大人向けみたいなやつ。ああいうキャラをやりたがる人が多い気がします。もしくはラジオ。やりたいことが明確なんですよ、このタイプの人って。で、私はいつものままノーメイクで着てみたんですけども、実際のところちゃんとメイクしてる人多いです。総じて優等生っていうタイプですね、この服装の人は。各言う私もマリガール系オタクだった時期があるんですけど、ここまでうまくまとめられなかったです。ここまでフルコードでちゃんと揃える人は、割と声優養成所っていうジャングルの中でもちゃんと生きてたかなっていう感じのイメージです。というわけで次のコーデいきましょう。はい、3コーデ目こちらです。タイトル電車男。これね、言っていいのか分かんないんですけど、いません。
あんまり。これマジでね、平成のお宅から言わせると、メディアの作った幻想。ここまでしっかりした装備の人は、あんまり平成でもいません。多分本当に電車男とか、テレビの秋葉原の特集とか、ああいうのだとやっぱ分かりやすいオタク像っていうのがピックアップされるから、これがオタクの姿なんだって思ってる人多いんですけど、ここまで実際いません。ごめんなさいね、夢を壊すようで。実際いるレベルまで、ちょっとレベルを落としてみますね。バンダナはない、まず。バンダナはリュックの中。だいたいこういう感じのチノパンを履いてる男オタクっていうのは、この典型的なオタクのことをバカにしてる風潮があるんですよ。自分もそっち側なのに、なんか俺は違うから風味出してるっていうのが多いんですね。だから、ちょっとおしゃれに着こなします。あ、ちょうどよくてこの辺じゃないですかね。バカでかいリュックを背負ってるんですけど、中に何が入ってるのかわかんないです。で、赤チェックの寝るシャツね。実際声優養成所の民も着てます。で、このバイト先で履くみたいな。チノパン。この壊滅的な色彩センスっていうのが、イニシエのオタクたるやって感じですね。ラブライブのミューズの T シャツ。で、意外と細い人多め。だけどお腹は出ている。出たいなって思ってるアニメは、灼眼のシャナ。ヒロインに振り回されてる系の男主人公に憧れています。でもちょっとキョンくんとかじゃなくて、もうちょっと前髪が長いタイプの男主人公になりたがる。で、キリトは嫌い。てか、キリトを認めないお礼がかっこいいと思ってる。え、キリトとか冷静に考えたら、ただのネットギ廃人じゃね？とか言い出す。でも実際にキリトに似てるねお前って言われるとめっちゃにやける。そんな感じです。はい、というわけでじゃあ次行きましょうか。あ、これか。今回5個でも用意したからね、ちょっと大変なんだけど、分かりみが深いって言ってもらえるように頑張ります。あ、頑張りますじゃない、頑張ります。密かに夢見た正義の味方、私が慣れちゃうなんてね、まさか本当に出たじゃないの、マジでチャラキーやった。はい、4コーテ目です。タイトルをつけるとしたら、キャラ読者1年目。キャラ読み始めて、ああいう感じの派手なコーデに憧れるけど、まだお金がないので、島村とかハニーズとか、イオンに入ってるような衣料品店から、それっぽいアイテムをかき集めて、最後に修学旅行で行った原宿で、お小遣いをすべてはたいて買ったミニハット。後に池袋サンシャインとかそこら辺の雑貨屋とかでもうちょっと安く売り始めてるのを見て、絶望するタイプのオタクです。でもやっぱり靴を買うお金がないから、さっきの布靴っていう感じのコーディネートです。この異常に股が遠いズボン。なんだかわかりますか？そう、サルエルパンツです。これ異常にキャラ読者の間で流行りましたよね。で、あと、極めつけが、これです。マグネットピアス。通称マグピ。に、このピアスの穴が開いてなくても、挟むだけでつけれる。このピアスっぽいイヤリング。これを片耳につける。でもこういう格好してる人たちって、なんか私たちからしても声優養成所に何しに来てるんだろうっていう。なんかあんまり周りの人と触れ合わないタイプのオタクが多かったんだよなって感じ。大体途中でやめてったんだよな、こういうタイプの人。あんまし痛いとも思わなかったんだよな。なんか個性的な人みたいな。まあでも男声やりがち、まあ、全然できてないんだけど、俺全然女の子の声よりも男の声の方が得意なんだよね。みたいな。全然痛いわ、ごめん。未来にもあるのかな、勇気と希望を。もしもなかったら、少しこま。ミラクル、ミクルンル、ミラクル、ミクルンル。タイトル、ミクル系女。もう恒例の猫ちゃんにハイソックス。これは魔が不思議な平成アイテムでして、実は全部がタイツになってるんです。こんな感じで。これストッキングみたいな感じになってて、で、猫ちゃんの柄に黒が、プリントされてて、遠くから見ると猫ちゃんの2杯だよみたいな感じで見えるっていう、今は亡き平成の摩訶不思議アイテムでございます。これオタク絶対履くんでね、覚えておいてください。平成のオタクと会うことがあったらこれをプレゼントするとすごい喜ばれます。これを履いて、さっきの靴、これが歩きやすくてね、コミケとか踊ってみたイベントとか行くときにも最適で、さっきのショーパンですね。とりあえず女オタクっていうのはショーパンを履いていけばいいみたいなとこあるんで、何でもショーパン合わせます。で、謎の色のパーカー。これは全締めします。平成のオタクって基本的に服が少ないんでね。この人普通にキャミなんですよ。これを締めて初めて成立するコーデです。こういう服装のオタクが暑いとか言い出したからって言って、じゃあその上着脱ぎなよとか言うと、マジでセクハラ扱いされます。これ以上脱ぐも着るもないんですよ。でも着るはあるかも。なんか寒くなってきたら、普通に、パーカーの上にパーカーとか羽織り出すのが、イニシエのオタクなんで、こういうコーデは何の疑問もなく、しちゃったりするオタクもいます。パーカーオンパーカー。で、あと、これですね。これ平成アイテム、ウサ耳カチューシャ。5等分の花嫁にこんな感じの人いなかったっけ？いないか？ちょっと失礼か、ごめんなさい。実はこれどうなってるかっていうと、ねじってるんです。中に針金が入ってる布なんですよ、こういう。これめっちゃ流行んなかった？こんな感じのやつがあって、で、こうねじるとこうしてウサ耳になるっていう。これ平成のオタクみんなつけてたよな。てか平成のオタクじゃなくても平成の女はみんなつけてた。これマジで一世を風靡していきなり消えていったアイテムで、それらを組み合わせるとこんな感じの姫コーデになります。姫コーデって言っても今でいう姫コーデじゃないですよ。オタさんの姫コーデです。こういうね、服装した女とはね、こんな感じの声してます。そうなんだ、すごい。どうしたらいいんだろう。
志望アニメは特になし、特に演技がやりたいわけでもないようなやつが多い。とりあえず声が可愛いから声優養成所に来たみたいな。で、全然将来のビジョンが見えてないんだけど、結局養成所での生活をめっちゃ謳歌してて今を楽しんでいるので、結局勝ち組みたいなところがあります。だいたい授業では主人公の友達役を割り振られる。おはよう、わー、あ、転んじゃった、何もないのに転んじゃった、そんな感じです。というわけで5校で全て決まりました。みんなはどれが好きだったかな、コメント欄で教えてね。この後は解説パートよろしくお願いします。先生と令和にかけまたにかけてはにわかオタク正規アイドルとどろきちゃんだ。なんかあれカメラ曲がったな。こんなもんか、こんなもんか。はい、今回のテーマは声優養成所の民ということで、一番金かかってますラノベメガネ。これみんななんて呼んでる、平成の民。私も気づいた時からラノベメガネって呼んでたんだけど、実際さ、度が入ったやつで、私これと同じようなやつかけてたから、これなんて言ってた、みんな教えて。これ2510円する。平成で異様な汎用性を発揮した靴。これ3200円します。履けねえのに。そう、マジでね、もう平成のルックブックすごい反響でいろいろとやってるんですけど、問題点がね、本当に動画でしか着れないっていう。マジで幅取るし、令和の世では着られないし、んでもなんか好き、なんか見てると愛おしいんだよな。はい、というわけで1校で目なんですが、やっぱ一つ縛りじゃないとパンチが足りねえなって感じで思います。若干なんかただのコスプレみたいになっちゃってて恥ずかしいなっていう。この白シャツネクタイがね、今回も2校で使ってもうしっかり着回しをしてるっていう感じなんですけど、これ前回も出したんで、もう汎用性高々の平成の世を駆け抜けたこのルックということで、かなりいいかなっていう感じがしてます。このクタクタパーカーいいんですよね、薄い生地の。いや、マジで田舎暮らしオタクあるあるだと思うんですけど、ないんですよ、これ以上にクタクタじゃないパーカーが。売ってないんです。私たちオタクはね、アニメを見て思うわけですよ、あ、この服かわいい、こんな感じの服が自分も着たいなんですけど、それを再現できる財力もなければ、売ってる店にもたどり着けないって、こう駆けずり回った結果、島村とかで売ってる今の島村と違うんよ。しかも今だと島村もおしゃれでしょ。その時はすごく実用性にもう捨て全振りみたいなものしか売ってなかったなんですけど、こういったアイテムでこうなんとかかんとかそれっぽく仕上げた結果がこれ。というわけで次に行ってみます。はい、着替えてきました。今回でも最も高額かつ集めるのが大変だったコーデがこちらです。いや、でもマジでね、このタイプのオタクはちゃんとしてんのよね養成所の中でも。これギリギリ外出れるような、あ、また紐で。今回一番高かったものはこちらです。これね、9800円。でもめっちゃ作りが綺麗なの。私らが生きてた時のこのタイプのカバンっていうのはもうちょっとチャッチかったのよ。普通の布のところにこの時計のデザインがプリントされてるみたいな感じだったのに、なんかこれはいやに精巧に作られていて、なんかわかる、ちゃんとプラスチックがついてて中に時計があるの。やっぱこっち系の服装はメイクした方が合うね。こんな感じだと思います。じゃあ次コスプレやん。このレベルはもはやコスプレ。アイドルの現場とか行ってたら当時はいたのかもしれないけど、私の近くには見たことない。まあ、でも本当にリアルにいる存在を再現すると、これを出してここも開けて、このぐらいだったらいるよね、いっぱい。ドラマとか映画とかだとここからさ、スティックポスターみたいな出てて、漫画がここに詰まってるみたいな、あんなんコミケ帰りだけですよ。まあ、リアルに再現するとこんな感じですよっていう。で、大体バイトリーダーやっててしっかり働いてて偉い。後々社員登用とかもあるから、まあ、そっちで今お金貯めつつ将来は声優として食っていけたらいいよねって思ってるみたいな夢見がちバイトリーダー。いやー、でも私夢見るのって悪いことじゃないと思うんだよね。勘違いオタクみたいな感じでバカにされるけどさ、結局さ、そういう人たちがいなかったらさ、声優とか俳優とか YouTuber とかさ、アイドルとかなんかそういう職業って全部目指す人がいなかったらないわけじゃん。だから目指そうぜ。あ、目指そうぜ。ドラゴンボール、なんか違うな。お金稼げてなくてめっちゃ親に迷惑かけてるのに VTuber になるとか言ってんのはちょっと問題あるかもしんないけど、ちゃんと自分の生活してて、周りにも迷惑かけてなくて、働ける身なのに働いてないとかじゃなければ、なんか夢って追ってもよくないって思うの。だからみんな YouTuber になろうぜ。というわけで次、ケラ。読者1年目着てみたいと思います。はい、4コーデ目です。え、普通に可愛くね。普通に可愛いんだが、靴を買うお金がなくてここで外していくっていうのが平成スタイル。このマグピ
中学生の時めっちゃ流行った。ちょっとヤンキー校みたいなとこだったからさ、結構マグピとかしてきてる人いたの。今思うと可愛いよね。その時私もうドインキャだからさ、マグネットピアスみたいな、ヤンキーやん怖って思ってたんだけど、いざ自分がさ大人になってみるとめっちゃ可愛いなと思って、しかも意外と痛いのねこれ。いやでもキャラみんな読んでたでしょ。オタクだけじゃないじゃんキャラの読者層って。だからわりかし分かる層が多いのではって思う。サルエル見なくなったな昔ほどっていう感じがある。サルエルとこのミニハット衣装だったら未だに全然見るけどさ、これを実家の近所を歩くときにつけるんよ。それが当時の平成のオタクだった。これをつけて私もさ、3駅くらい先行くとちょっと繁華街みたいなとこがあったんだけど、そこで私一人でラーメン食べるのが趣味で、時々小学生の時から行ってたの。そこの駅で降りて、駅ビルの中にあるラーメン屋でラーメンをいっぱい食べて帰ってくるのよ。その趣味が結構高校生くらいまで続いたんだけど、その時に被ってた中学か高校くらいかな、被ってて、それを陽キャに発見されるっていう。まあでもこういうタイプのねオタクは一定数いるけど、みんなあんまり群れないタイプだから、気づいたらコミュニティから消えてることが多いんでよくわかりません。でもそのなんかよくわからないっていう闇感、俺は人に素を見せないみたいな感じの分からなさっていうのに惹かれるっていうのはめちゃくちゃ分かるなって思います。というわけで最後のコーデいきましょう。みくるちゃんコーデです。はい、最後のコーデがこちらです。このお決まりの猫ちゃん2杯にショーパー合わせて、シンプルかつ攻撃力の高いコーデだと思う。平成の良さめっちゃ詰まってる。これもうとにかくないでしょ今だってないものたちの勢揃いで、これなんだけどマジで私思い出した時天才だと思ったね。しかもなんかうさびみカチューシャとかで検索すると本当のうさびみカチューシャの方しか出てこなくて、これはもう作るしかないのではって一瞬思ったんだけど、探し回った結果今でも普通に1000円とかで売ってました。1000円2000円くらいで。しかもなんか奇跡って思ったのが、このおとなしめのオレンジのパーカーの色にバチバチに合ってるこのうさびみカチューシャが見つかったこと。え、これまた流行ってくんないかな。そしたらさ、これ無駄にならないんだけど、これ今流行ってるらしいよっていろんな人に布教してください。この姿勢なんか京アニっぽいよね。こういうムチっとした足が人気があってね、太ももに乗ってる肉とかの作画がこだわり始まった時代の女オタク。なんかミクシーとかさ、モバゲーとかの日記にさ、足だけ乗せてるオタクめっちゃいた。でもマジでなんか京アニ足みたいな、ラノベ足みたいな、なんかあってさ、京アニで描かれる足みたいって言われたわらみたいな自虐風自慢的なのが一時期流行ったんだよね。ムチムチで悪かったな、痩せてやるんだからみたいな。はい、というわけで平成のオタクルックブック、いかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。感想をぜひコメント欄にお願いします。というわけでありがとうございました。のし。